今日高知消防団に寄贈されたのは赤バイと呼ばれる緊急消防自動二輪車7台です。寄贈されたバイクは機動力が高く、災害時にも瓦礫などで塞がれた道路を走り消防活動に当たることができるものです。これは JA 共済連県本部と JA 高知市が共同で行う地域貢献活動の一環として贈ったもので、今日の寄贈式では JA 高知市の宮脇正道組合長から高知市の桑名市長に目録が手渡されました。高知消防団でこれまで使っていた赤バイは導入から20年以上経っていました。高知消防団赤バイ隊の近藤文雄隊長は、高知市民の安心安全を守るため大切に使いたいと謝辞を述べました。初期対応、これを十分発揮していただくために、高知市内各部署の方に配属をしていただいて、市民の方の安全をしっかり守っていただくということをお願いをしたいというように思います。寄贈されたバイクは高知市内6つの消防分団に配置され、大規模地震時の情報収集や避難誘導のほか、月1回行われる訓練や防災イベントで使われるということです。